した東京電力福島第一原子力発電所の原子炉の製造者である GE 東芝日立を被告として原発事故の責任を問う裁判です。2011年3月11日の東日本大震災を端緒とする世界史上最悪の原発事故は未だに収束の見通しも立っていません。被災者への賠償、第二世代にもわたる深刻な健康被害、放射能で汚染された環境、しかも太平洋に垂れ流されている汚染水、現実的な被害がこれからも現れてくると思います。原発メーカーはこれら責任の全てから免責されて、事故の当事者があるということも反省もなく、トルコ、ベトナム、インドなどへの原発輸出を計画しております。私たちはまず第一にこの原発体制の根幹となっている原子力損害賠償法にある責任集中制度及び、それ以外の、事業者の免責ということの内容に挑み、さらに第二に私たち一人一人には原子力の恐怖から逃れて生きる権利、これを私たちはノーニュースケと申し上げてますけれども、は存在するということを主張するのがこの訴訟です。まずこの第一の挑戦についてどうぞ述べます。皆様もう約5年目になろうとしております福島原発事故ですけれども、この事故の責任を問われているのは何でしょうか。事業者である東京電力だけです。製造物責任制度というものがメーカーが製造した製品で事故が起こった場合、そのメーカーがその責任、事故の責任を取って事故によって生じた被害を補償し、製品の回収、修理を行う制度です。自動車で不具合が生じればリコールによってメーカーが無償で回収、修理をします。高田のエアバッグでは全世界的に責任を高田が負わされています。飛行機のボーイング787のバッテリー事故ではバッテリーメーカーが対応を迫られております。事業者である JAL や ANA が責任を取ったわけではありません。福島原発の事故製造者は1号機、2号機がゼネラルエレクトリック、3号機が東芝、4号機が日立です。彼らはメーカーとしてこの福島原発事故の責任を取ったのでしょうか。答えはどうですか。え、どうしてと皆さんは思われるのではないでしょうか。そうなんです。ここに大きな問題があるんです。自動車のエアバッグ事故や飛行機のバッテリー事故と福島原発事故を比べてみてください。福島原発事故の被害が圧倒的です。被害の賠償額は10兆円を超え、いまだに故郷も仕事も地域のつながりも失っている方が十数万人おられるのです。皆様もすでに新聞等で読んでおられると思いますけれども、日本の原発の事故は第1章合わせて1400件を超えております。原発の放射能漏れ事故も毎年つまがありません。原発は作られ始めて50年以上が経つというのに、これなら安心という原発はありません。欠陥だらけなんです。福島原発の事故、これ皆さん想定外の津波が来たから爆発した、だから仕方ないよねと思っていませんか。違います。詳細に調べてみると、地震の揺れであちこちの配管が破断した可能性があり、津波がなくてもメルトダウンした可能性があるんです。
ただ残念なことに放射能が強くてその検証ができないから最終的な原因の究明ができないというそういうことなんです。そんな原発を作ったメーカーの責任が問われないということでいいのでしょうか。原子力損害賠償法という法律があります。その第3条に事故が起こったときは事業者、今回では東電ですけれども事故原因が何であれその事業者が全責任を負う。そして第4条にメーカーの責任は問われないと書いてあるんです。皆さんよくご存知のように今回の事故の賠償責任は東電1社に負わされていてその賠償額は10兆円を超えている中で東電は支配能力がありません。倒産です。しかし国はこうしないで1兆円の資本注入をしまだ足りないので必要な援助と称して9兆円の資金を注入しています。これ私たちの税金です。税金は公金です。それを一資金用に提供するなんて許せません。東電も国も賠償額のあまりの大きさに財布の紐を締めて被害者への賠償を何とか少なくしよう支払いを遅らせようと必死です。原発被害者はたまったままではありません。生活を破壊され土地を奪われ仕事も故郷も奪われ家族もバラバラ。それなのに保証は少なく見積もられ支払いも遅らされる。とんでもない事態が今も続いているのです。一方原発メーカーの GE 東芝日立です。彼らは現代法によって一切の賠償や責任を負わされることなくかえってその関連会社やが汚染やさまざまな復興事業で新たな売り上げを得て売り上げや利益を得ているのです。そしてさらに日本では原発ビジネスが立ち行かないと見て原発の海外輸出を猛然と進め始めているのです。福島事故の原因も突き止められていないのに安倍首相を原発セールスマンの先頭に立てているのです。こんなことを許されるでしょうか。とんでもないことです。この原発事故の責任を取れ賠償責任を負え賠償金を出せというのは筋でしょう。だから私たちはこの原賠法が憲法違反だという趣旨でこの原発メーカーを訴える訴訟を起こしたのです。この訴訟当然のことながら一筋縄ではいきません。法律論とともに原子炉の具体的結果も明らかにしそれを製造した原発メーカーの責任を明らかにする二正面作戦を展開しなければなりません。しかし私たちは元気です。正義は勝つ正義は必ず勝つと信じているからです。さて第二に私たちが主張する納入事件です。これは憲法第25条で規定されている全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するということの中に含まれている権利です。権益権や環境権もこの憲法第25条に関係しておりますけれども原子力の恐怖から免れて生きる権利これを私たちは納入規制と言っていますけれどもこれも当然この憲法25条の中に含まれます。放射能を浴びながら生きていくことはできません。放射能は見えません。味も匂いもしません。でも強い放射能を浴びれば広島や長崎の原爆症で亡くなった方と同じようにすぐに死んでしまいます。特に問題なのは弱い放射線を長期間浴びた場合のいわゆる低線量被曝や内部被曝の問題です。これらは数年数十年にさまざまな健康被害を発症させます。がんや循環器障害内分泌障害など体の全ての部分の病気となって現れます。またその遺伝的影響も大変な問題です。チェルノブイリ事故から間もなく30年になろうとしておりますけれども
現地の小学校の体育の授業に出られる子どもたちはわずか3分の1程度だそうです。他の子どもたちは高血圧、腎臓障害、心臓病、高血症、その他周囲の成人病を思わせるような病気で体育もできないのです。ノーニュークスペンという言葉は目新しいですが、まさに私たちは原子力の恐怖から免れて生きる権利を生まれながらに持っているんです。それを大きな旗印にして、この訴訟の最終目標として、このノーニュークスペンの全世界的な広がりとその確立を目指そうとして戦おうと思います。このノーニュークスペン、少し分かりにくいと思いますけれども、例えばタバコの煙を吸わない権利として禁煙権が現在は当たり前なことになっていますけれども、40年前には職場、レストラン、映画館など多くの公共の人たちが集まる場で普通にタバコが吸われていました。しかしそれはおかしい、その声が上がり、訴訟が起こり、多くの人々が禁煙権の存在に気づく。この40年の間に多くの人々が集まる場所では禁煙が定着してまいりました。同じようにこの放射能から免れて生きる権利は憲法上最も重要な権利とされている人格権、その命に関する権利です。この権利は多くの反原発の訴訟が提訴されていますけれども、それらの訴訟とも連携してさらに具体的な形として定着させていく必要があります。この権利が確立できた暁には原発はこの世に存在できなくなるでしょう。原発も核兵器も一緒です。この放射能を免れて生きる権利は人類、いや生物全般が持つ権利として確立すべきものと思います。どうぞ皆様、この訴訟の持つ意味の大きさ、そして広がりを認識いただいて、ぜひご支援と運動への参加をお願いいたします。この戦いは世界の多くの人々との連携が必要となるものです。どうぞよろしくお願いいたします。私たちはその現場法が定める責任集中制度、この中でも明確を免責するという規定が人権を侵害している、違憲無効だということをこの裁判の中で主張していますので、そのことについてですね、つまりその違憲審査、いわゆるその目的手段審査によってですね、この手段、要するにその責任集中制度、このメーカー名称を含む責任集中制度がですね、その被害者の保護およびその原子力事業の健全に発達という目的に全く病気に立ってないものだということをですね、最初に説明しました。で、そういうふうな状況と同時にですね、この原子力損害賠償法というのが、当時その国会がですね、の中でもですね、当時50億円という賠償措置だったんですが、その範囲内、それを超えるような損害は災害を発生しえないと確信しているという、そういうふうなですね、答弁もありまして、そういうふうな考え方のもとでできた法律だということです。で、それと同時に今回大事なことはですね、このどんな人権を侵害しているのかということで、私たちは財産権だとか平等権だとか裁判を受ける権利だということをも主張していますが、大切なことは新しい人権として原子力の恐怖から免れて生きる権利と
いうものがこの今の状況に至ってですね、それはまさに私たちはその権利が保障されるに至っているんだと、それを名付けて納入屈権というふうに名付けています。この納入屈権というものが侵害されているんだという主張をしています。これは現職の恐怖から免れて生きる権利というものがですね、憲法全文と13条25条から導かれるという、環境権といったような法律的な考え方になるわけですが、これが原発事故が起きた以上ですね、これは事故の原因者に対しても損害賠償請求できる権利に転嫁するんだと。つまり損害賠償請求というのはですね、不法行為法に基づいてもその損害を担保するというだけではなくて、懲罰的な意味もあれば不法行為というものを抑止する機能もあるわけですね。そういうことから考えれば、原因者に対して損害賠償請求できなければこの不法行為法の目的が達成されないわけです。ですからそういうふうな権利を含むということで、この損害賠償が原発メーカーにできないという法律になっているというね、この責任集中制度はですね、納入屈権を侵害し無効だという話をしています。で、納入屈権というのはですね、皆さんももちろん聞き慣れない言葉だと思うんですが、これはまさに、多分というかですね、間違いなく今日初めて裁判所において実際に、弁論として、主張されたということになります。プライバシー権とかですね、いろんな新しい人権が憲法に書いてなくても認められています。当時はですね、聞き慣れない言葉で、なかなかそんなもん何なんだろうと、パブリシティ権とかですね、さらに、聞き慣れない言葉もあるわけですが、そういうものがですね、時間を経て、もうこの今の社会においてはそれはもう十分憲法上の保障を受けるべき利益なんだということがだんだん認められていって、そして定着していく。誰もがそんなものは自分はあるに決まっている権利なんだということで、普通の日常会話の中にもそれはプライバシーの侵害だということが出てくるわけですね。ですから、そういう意味でもですね、今日は世界で初めて納入屈権という言葉が裁判所において主張された日だということをですね、ぜひこのことをですね、皆さんのところにも確認していただきたいというふうに思います。で、納入屈権がなぜ今認められる状況に至っているのかということについてはですね、簡単に言えばこの放射能原子力による事故とかそういうものがですね、コントロールできないものなんだと。事故というのは必ず発生する、必ずですね、大規模な事故はたまにしか発生しないかもしれないけど、実際にですね、小さな事故というのは数えきれないぐらい起こっていて、そのうちにいくつかが大きな事故につながっていってるわけで、事故というのをなくすことは絶対できない。そして一回事故が発生してしまえばですね、その放射能の拡散を止めることもできない。そのことは今の福島の現実を見れば明らかということですね。で、そういうような特質がある原子力ということとですね、同時にその放射能による被害というのは極めて特殊だということですね。交通事故であろうが飛行機の墜落であろうが、それは悲惨であることには違いありませんが、放射能による被害というのはですね、多くの人々の人生であったり生活をですね、根こそぎ奪い取ると。そしてしかもその健康被害というのもですね、通常の健康被害とは全く違う、もう極めて特殊な被害だということです。そういうふうなことから考えればですね、そういうふうな原子力というものから発生する恐怖をですね、解放されて生きていきたいというふうに考えるということは、これはもう主義や主張やポリシー、イデオロギーではないんです。これはもう権利なんですね。そういうふうに認められなければいけない時代に至っているということは、これは考えれば多くの方が納得していただけることだと思います。そういうふうなことと同時に、今日は他の人権についても話をしました。しかし大事なことは、納入屈権がですね、この裁判においてそういう権利が確かにありますねというところを大きな到達点としてですね、進めていきたい。そして多くの人たちにこの言葉をですね、少しずつでも浸透させていって、常識であるかのような状況にまで、至るということがですね、この私たちのこの原発に対する考え方、あるいはその運動というものをですね、大きく前に進めて、そして、安全というものがですね、第一に守らなければいけないものなんだというふうなことが、その社会において定着していく大事な契機になるんじゃないかというふうに考えています。今日はそういうふうな意味も込めてですね、現在福島から避難されている方、そして原子力のですね、被害というものにです、健康被害について大変詳しい医療博士のお二人にですね、来ていただいているので少しお話を、ちょっとすぐに戻るね、はい、すぐに持ってみますか。先に、はい、じゃあどうぞ。弁護士の河合です。
志摩さんたち若い弁護士さんが頑張ってこの裁判を起こしたんで、僕も入れと言われたんで入って、フォローしてるんですけど、なかなか難しい訴訟です。でただですね、この現場法っていうのは非常に特殊な法律なんだということは、ぜひマスメディアの人に認識してもらいたいと思うんですね。自動車でいうと、例えばタクシー会社が事故を起こしたと、で人を殺しちゃったと、でその時にそれが血管ブレーキが壊れてたと、それのせいだったとしますよね。そうするとブレーキが構造的に血管があって事故を起こした時に、そんな構造上の血管があっても責任がないと、責任を問わないとするのがこの責任免責制度なんですね。でこれはだからタクシー会社だけが責任だ。で日産やトヨタは血管を作った張本人であり、技術的な問題を一番分かっているのに、そこで死んだ人の遺族はタクシー会社にしか損害賠償請求できない。でそれは自動車を安心して作れるようにするためですっていうのが現場法なんですね。原発はどんな血管を作っても故意で作らない、故意で血管を作らない限り絶対に責任を問われない。でこれは本当に他のでは例がない制度です。異常な制度ですよね。原発をとにかく推進させたいというための、しかも世界的に共通している異常法律なんですね。で他に類がないというのは、だから他の 業種とか他の生産物、機械製造物ではないと。でところが原発推進のネットワークが世界中に広がっているものだから、でまたアメリカが非常に強い、原発メーカーが強いものだから、安心して輸出するためにこういう制度を各国に作らせて、それから輸出をするっていうね、そういうやり方をここ50年やってきたんです。これね、条約じゃないんですよ。国内内国法で相手方にね、こういう免責法を作らせるんです。でそれを作らないと原発輸出してやらないよって、日本も露骨にそれを言われて作ったという、そういう特殊性があるんですよ。であとはだから何のためにそんなことするかっていうと、原発推進のためですね。だから、原発推進っていう必要がなくなった、もしくはそれ原発推進ということが福島原発事故によっても不当なことだって、必要ないことだって、むしろ やっちゃいけないことだということになると、その責任集中、要するに メーカー面積して、原発をうんと大胆に、どんどん作らせるっていう必要性がない、立法事実がなくなるという、そういう最も基本的なところではそういうことを訴える訴訟なんです。で、もう今日、私でもそう言ったし、あっちはあっちでもう裁判論争なんだから、法律論争なんだから、もうさっさと決心してくれっていうことをさ盛んに迫ってます。で今日ね、裁判官が変わったんですね。裁判長が変わったんです。で、弁論方針従前通りで異議ありませんねっていう、従来の結果を陳述しますねって言われたもんですから、僕はちょっと待ってくださいと、弁論方針させてくださいということで、今のようなことをお話をしました。これからこの裁判がどうなるかということなんですけど、僕らは本当はね、本当はというか、この、今日も言ったんですけど、これは一つは学者の意見をね、やっぱ相当官邸合戦でぶつけるような、そういう戦だなというふうには思っています。で、敵からは高橋だね、和幸さんか高橋和幸さんが民法学者だ。いや、憲法学者。あ、憲法学者か。ごめんなさい。芦部先生のですか。はい。そっか。憲法学者からこれまた大変なんですよね。憲法学者、法律学者に官邸意見もらうのもやっぱり50万、100万かかるんですよね。で、そういうのを賄えるかどうかっていう問題もあるし、やっぱりそういうところでもですね、被害の資金力の違いが出てくるんで大変なんですけど。そういう論争と、あとやっぱり福島原発事故によってどういう被害があったかということは、やっぱりこの原発メーカー優遇法の免責法の是非を問うには必要だと思います。僕らはね。で、ただ
それを裁判所がそういう形で取り組むかどうか、私どもはそういう形で取り組めということを言っていますけど、で、あちらはジャパンなんかもうこんなもん3回も裁判やら十分だ、当然やら十分だと言ってたのが3回で終わって、今日で決心など決心はしませんって裁判で言ったんだけど、それは次で決心かもしれないなというそういうことかもしれない、まあ、裁判官はポーカーフェースですから、その辺がですね、なかなか難しい、緊張したり苦しいこういうことで、ただ我々のこの裁判が取り掛けているテーマというのはですね、非常に大きくて、これは世界的な広がりのある問題で、もしこれが僕らが勝ったらですね、これは世界中のに衝撃が走る、世界中の要するに原子力ネットワークで、それが要求した原子力メーカー面積システムがの一角が崩れるということになりますからね、そういう意味では非常に大きな影響のある重要な裁判でございます。ということで、一応全体の話ですけど、あとはよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では最初に話していきますかね。先山明太郎さん、実は僕は事故が終わって間もない頃、ちょっと講演を聞かせていただいてですね、その時にも、まあ、そんなに放射能の煙が恐ろしいものと衝撃を受けました。ぜひその辺のお話をお願いします。今日はその今回お話するわけじゃないですよね。そうですね、時間があるんです。低線量放射線をこう無視するとか軽視するっていうのはですね、今原廃法が原子力を進めるためのものだというのと同じことが言えるんです。放射線に関して、うん、というのはですね、放射線教育フォーラムって文部科学省の外郭団体があるんですけれども、その名誉会長っていうのは有馬さんって元東大の総長をされて理研の所長になって文部大臣になった人ですね。その人が今名誉会長になってるんですけれども、その報告書の一番初め、2003年の報告書の一番初めにですね、原発の安全性っていうのは詰まるところ放射線の安全性に他ならないということを向こうで言ってるの。これは安全性じゃなくて原発の危険性は放射線の危険性に他ならないということなんですけどね。で、ということはみんなが原発を稼働していれば必ず放射能は出てきますし、放射線は避けられない。だから一般の人たちがですね、わずかな放射線を恐れるということになると原子力を進めることが非常に困難になる。だから安全教育をしなきゃいけないっていう、そういう観点で放射線教育フォーラムというのは全国からですね、学校の先生を集めて、学校の先生に安全教育をどういうふうにしたらいいかということを講習会を開いているところなんです。 ですからそういう意味でですね、放射線安全、低線量放射線は安全だっていうふうに言っている人たちは科学的根拠に基づいていないということなんですね。よくメディアの方たちも低線量放射線に関しては専門家の間でも意見が二分されている、よくそういう言葉を使われます。でも放射線の危険性に関しては意見は二分されていません、統一されてるんです。それは ICRP っていう国際放射線防護委員会ってのがありますよね。でこれはかなり事業者より電気事業者よりの民間団体ですけれども、というのは国会事故調でそれを調べた時に日本の ICRP の委員がですね国際会議に出る時に全てその
旅費なんかを全自連が出していた。だから ICRP の委員は全自連からお金をもらって国際会議に出てるわけですね。ですからまあ ICRP っていうのはかなり全自連寄りっていうか電気事業者寄りであることは確かなんですけれども、世界的にその ICRP ですら放射線に安全量はない、敷地なし直線モデルっていうのを採用しているわけです。ですから放射線に安全量がないっていうのはまあもちろん ICRP もそうですし、他の国際、機関も認めてることなんですね。ですから二分はされてない。で100ミリシーベルト以下は安全とかそういうふうに言ってるのは結局科学的根拠ではなくて経済的社会的なファクターが入っているんだ。で年間1ミリシーベルトというのを決めていますけれども、それも純粋に科学的根拠ではなくて社会的コストと科学的な結果と考えして1ミリシーベルトにしたんだということは ICRP の、ゴンザレスさん会長がそういうふうに日本に来て講演しています。ですから二分しているっていうことを言わない方がいいと思うんですね。で安全量があるっていうふうに言うのはもう科学的なことではなくて他のファクターが入ってそういうふうに言っているんだということをメディアの方々もですねよく認識してそういう言葉を使ってほしいなっていうふうに思います。どうも、はい、ありがとうございます。じゃあ浅田さん、今日の最後の前ですね。はい、農業試験というような言葉を聞いて本当にこの場にいてよかったなということがまず率直な感想です。で実は私は福島県から今金沢へ避難しております。で福島に福島の前は東京だった。111歳まで生きる予定にしておりますのでちょうど半分の50ほぼ半分54歳で東京から福島県に Iターンいたしました。そこで、半分自給自足の生活、野菜を作ったり雑穀作ったりから豆を作ったり当然味噌醤油醤油の味噌とか、豆腐などを作ったりそして自分の山の木を切って薪のお風呂とか薪のストーブそんな生活をしておりました。贅沢ではないですけれど非常に心豊かな時間の自由な自然に囲まれたゆったりした時の中で生活しています。それが福井地裁の樋口裁判長の国の富そのものではないかなということを改めて判決を聞いて確認した次第であります。でこの豊かな生活が日3月11日の事故津波そして原発の爆発の一瞬のうちに奪われてしまい、私は原発から25キロのところに住んでおりましたので、その時行政からは避難指示が出されました。で今福島県の人はまだ10万人ほどが避難生活をしています。もう5年になろうとしているのにそんなこと、本当に自分の気に入った場所がなくなってしまったと、住めなくなってしまったということが私としても思います。でも私はまだ恵まれてるんです。福島の中には本当に疲れて生きがいを失ってしまったとかから、自ら命を絶ってしまった方もたくさんおられます。福島の自死の方は74人、これは岩手とか宮城の方に比べて2倍から3倍ほどの数字であります。数字で物事言うのは良くないかもしれませんけど、
そのぐらい原発事故っていうのは取り返しのつかないような大きな影響を与えます。で今日のパワーポイントの、説明にありました災害関連死でありますけれども、つい最近のデータでありますと、もうすでに2008人に達しております。でこれは直接死の400人ほど確か多くなっています。でこの関連死というのは遺族の方が行政に申請して行政が認めた方が関連死なんです。ですから申請しなかった方もたくさんおられる。私のお隣のおじいさんも心筋梗塞で突然亡くなりました。でも関連死としての扱いにはなっておりません。また甲状腺がんも、たくさんあります。細かいことは省略いたしますけど、人の命、健康、生活すべてを一旦事故が起こったら奪い去ってしまうと、そのようなものです。で私は今石川県に避難しておりますけど、石川県の避難者は福島ばかりなくて関東地方も含めると290人ほどいます。5年経って290人もいるんです。その多くは母子避難、自避難、そして二重生活、夫と別々の生活をして、そこから意見の違いとか、そしてその母親の精神的な、ストレス、それが子供に移って、不登校になるとか、本当に一つ一つ例を挙げてもキリがありませんけど、マスコミには乗ってこないけど、日々のその生活の中で本当に苦しい目に遭っています。私も椎茸とか作っておりましたけど、その場がもう今住めるけれど生活ができない、楽しい生活ができない、自然との共生の生活ができないということになってしまいました。全てを奪ってしまう原発です。人はミスを犯します。今日のパワーポイントにありましたけど、で絶対ですから人類は原発とは共存できないということです。事業者は生活、責任はもちろんですね、同時に製造メーカーにも同じ罪があるというふうに私は思います。今日のノーニュックス件、この言葉は本当に避難者として力強く受けることができました。5年経ってだんだんマスコミの報道も一区切りになってさらに減っていくかと思うんですけど、決して福島は終わってはおりません。まだまだぜひとも皆さんたくさんのことを伝えていっていただきたいなと、このように思います。ぜひとも新しい日本を共に作っていただき、でそしてノーニュックス件についてこんなようなことを別の言葉でちょっと言いたいと思います。でこれは、小学生が13年6月に書いた作文、小学生です。この大震災ではたくさんの悲しいことがありました。地震や津波や原発事故で亡くなった人や怪我をした人がたくさんいます。その人たちのためにもこの経験を無駄にしてはいけないと思います。この震災はこれからもっともっとより良い地球になるために起きたことだと信じています。だから僕たちは震災の経験を無駄にせず、未来に向かって僕たちの手でより良い地球を作り出していかなければならないと思います。小学生10歳ぐらいだった。これが、ノーニュックス件そのものではないかなというように思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。そういうわけで、先ほど河合弁護士からもですね、お話がありましたように、なかなかハードルの高い、厳しい裁判ですし、この人権を認めてもらうようにするためにもですね、簡単にはいかないということは重々分かっていますが、とにかくやれるところまでやる、やることは全部やるというふうに考えてですね、やっていきたいと思っています。次回は3月の27日23日になります。23日、3月23日ですね、すみません。で次回はですね、今回の事故が
原発メーカーが作った原子炉にの欠陥によって起こったんだということをですね、について、詳しく、まあ、今回また次回もパワーポイントを使って説明していきたいと思っています。その後はですね、続いて、欠陥だけではなくて過失があったんだと、あるいは原発メーカーには故意があったんだというところまで、行きたいと思ってますし、そういうね、原廃法がその原発メーカーを免責にしているけども、その欠陥があった場合まで、過失があった場合まで、故意があった場合まで免責にすることを予定しているんですかと、そういうことをですね、問うような流れを作っていきたいと思っています。まあ、その他立法事実というですね、その法律を支える事実がですね、当時と今とどのように変わっていったのかというふうな主張をしていきたい、そんなふうな流れで、考えています。まあ、あっという間に終わるかもしれませんので、ぜひ皆さん行けるところまでお付き合いしていただければと思います。毎回面白い裁判になるように頑張ってやっていきたいと思いますので、はい、とりあえず、はい、ありがとうございました。各社の方が回りました。お願いします。すみません、共同通信から1問だけ、はい、3月23日から何時からですか？2時からです。で、1月3日そうです。で、先ほど川島さんの話だと、次回で決心するような可能性もなくもないというのは、それもあり得るんですか？ですね、そうですね、まあ、常にそういう可能性というのはなくはない。その次が決まっているわけじゃないので、3月23日の次の期日は入ってないです。現在では入ってないです。はい、まずテレビアップです。はい、サルモンのところで人員の代理人が10分ほど意見の感想です。感想ですね。どうでしょう、あれを聞かれて。いや、もうだから人員の代理人、今日もパワーポイントの中でも人員の代理人の間違いをかなり指摘したんですが、何も知らないで裁判に来てる、書面も読んでないんじゃないかっていうぐらいですね、原廃法のことも何も知らないし、ちょっと驚くような発言が多いですね。で、例えばその責任集中がなくなったら廃炉作業もできなくなる、その理由も何の説明もしてなくて、まあ、単純にこう思いつきで言ってるとしか思えないですし、例えばチェルノブイリ後、責任集中、まあ、採用するその国が増えたということを拡大どんどん広がっていって、それは被害者保護のためだと言ってますが、それはそうではないですよね。それはその責任集中で免責をされることをしないと、あんな事故が起こったら大変だということを知ったから、みんな慌ててそういう条約に加盟したりとかですね、していったわけですし、最高裁判決を明言されていますと言っても、何を明言されているのか、その中身も全く言っていませんでした。それからインドに関しても全く間違ったことを言っていますね。だからちょっと、まあ、あれは感想という以上のもので であれば逆に大変なことになるんじゃないかなというような発言があります。じゃあ、あとは個別でお願いします。はい、ありがとうございます。